放送席では立浪監督に伺います。すごい試合になりましたけども、はい、最後は阿部選手のセーフティースクイズ初球でした。3番バッターなんですけども、抑えの大勢投手ということで、やっぱり打つのもなかなか難しいっていうところで、ああいう選択になったんですけども、初球でうまく、阿部が決めてくれたので、いい形で1点が取れました。あのチャンスはもう初球からセーフティースクイズという腹積もりでいらっしゃったんですか。はい、絶好期になりましたから、なんとかここで点を取らないともう勝てないなと、そういうふうに思ったので、セーフティースクイズになったんですけども、なかなか相手の戸郷投手に得点は取れませんでした。ただ前回前々回と三振を多く喫した中で、今日はフォークボールに対してですね、非常に各バッター振らないシーンがよく目立ったと思うんですが、対策としてはどうだったんですか。前回よりもフォークボールの落ちが今日は多少良くなかったのかなと、もちろんそういうところから見極めできたと思うんですけども、結果1点は取れたんですけども、やはりもう少しチャンスがあったので、チームのこれは課題としてもっと積極的にチャンスでいくというね、そういう部分では反省点はあるかなと思ってます。その一方で守る方ではエース大野投手、素晴らしいピッチングでした。監督の目にはどう映ってましたか。まだいける感じはあったんですけども、うちにはジャリエルと、ライデルという、素晴らしいセットアッパーと抑えがいますから、そこに託そうというところで今日、丸選手にホームランを打たれたんですけども、非常に今日はいいピッチングをしてくれたと思います。大野投手が投げた試合、そして相手が戸郷投手という試合で勝ったというのはチームにとってはいかがですか。大野に勝ちがつけばよかったんですけれども、最後この形で、嫌な流れから、すぐにこうやって点が取れましたから、今日は一つ、チームの、収穫としてね、そのまま勝つことがもちろん一番いいんですけれども、また明日につなげていきたいなと思ってます。明日は東京ドーム今シーズン最後ですね。はい、たくさんの東京にもね、ドラゴンズファンの方が応援に来てくれてますから、なんとかいい試合、また勝ちゲームを見せれるように、また明日も全力で頑張ります。ありがとうございました。